皆さんこんにちは、ジョーです。皆さんは現在トンコハウスが映画祭の開催に向けたクラウドファンディングを行っていることはご存知でしょうか。おかげさまで目標金額は達成いたしましたが、まだまだ皆様と一緒に作り上げていきたいこと、共有したいことたくさんありますので、ぜひ応援の方引き続きよろしくお願いいたします。さて、応援購入アイテムの一つに栗田結衣さんによるスペシャルなライブレクチャー、ストーリーボードの視点というのがあります。今回は Zoom を使ってストーリーボードとはという気になる点をインタビューしてみようと思います。それでは行ってみましょう。はじめまして。はじめまして。どうもこんにちは、栗田結衣と申します。喋りたいことあったんですけど、プロフィールの前にちょっと言っても構いませんか。まずクラウドファンディングのページ、大卒包み、ロバート近藤、リーアンクリッチで、栗田結衣ってこの並びは何なんですかっていうところがね、ちょっと実は言いたくて、あのページを見たほとんどの人がこう誰だっていうふうに思ってると思うので、この動画を通してちょっと分かってもらえればなっていう感じで僕の話をしますね。アカデミー・オブ・アート・ユニバーシティっていう学校ですね、アートを勉強していまして、で、トンコハウスの中村俊弘さん、彼も同じ学校で同じ釜の飯を一緒に食ったみたいなとこですかね。学校出た後はウィザード・エンターテインメントっていうところにインターンをして、ちょっと仕事をして、まあ、日本にちょっと帰ることになり、同じようにこうストーリーボードっていうものの仕事をしながら、あとはこうジェスチャードローイング、絵の先生みたいなのをやったりっていうところで、まあ今に至るっていうところですかね。あと鬼というプロジェクトがありまして、一ストーリーアーティストとして一応参加することになってるっていうのがこれからのご縁。これから一緒にさらに活躍していただくことを期待してます。はい、はい、頑張ります。頑張りますよ。で、気になる応援購入アイテムのストーリーボードの視点というところで説明していただきたいんです。たくさんの人がこうね、ストーリーボードってなんだろうみたいな風に思ってると思うんですよね。まさにそのような話をしたくて、楽しさをもう全面的にお話ししたいなっていうのが一つありまして、絵を描く仕事っていうものが、こう綺麗な絵を描くとか上手な絵を描く、こう壮大なすごいものだけでは実はないかなっていうことを伝えたくて、例えば僕みたいな本当にラフな絵を描くだけでもこうストーリーを伝えることができたり、こう映画制作っていうものにこう力になるっていう、なんか一つの可能性みたいなのをこう伝えていきたいなと思いまして、まあ、僕自身がこう救われたっていうなんかこう経験があったので、まあ、みんなにもそういうのを知ってもらいたいっていうところですかね。ありがとうございます。はい、僕もちょっと素人ながら、そのストーリーボードっていうものがどういったものかっていうのをちょっと調べてみたんですけども、はい、絵コンテとかある一つの表現技法っていうような捉え方をしたんですけれども、はいはいはい、じゃあちょっとこう話させてもらうと、はい、僕なりに思うところは、多分絵コンテっていうものは楽譜に近いかなと思ってまして、分かる人にはもう頭の中で演奏できるんですよね。いわゆるそっちのプロの人たちでもう映像が見えるみたいなものだと思うんですよ、絵コンテ。ストーリーボードってものはその楽譜からもうほぼほぼこう音楽としての完成形をまず聞かせるみたいなレベルなんですよね。例えばこうステージングとか演出とかキャラクターの演技の部分とか、そういうのを全部もう絵で描いていく。で、さらに言うとその編集してその映像、仮映像を作っていく、ほとんど完成形に近い感じで、タイミングだったり、さらにこう仮のセリフを入れたりとか効果音とか音楽とか映画の完成形にできるだけ近づけて、それを一回みんなでこう、スクリーニングと言いまして、こう上映してフィードバックし合って、よりいいものを作っていくみたいな、まあ、ストーリーボードっていうもののこう違いかなと思ってますと。本当にアニメーション作りの中で欠かせない一つのプロセスなんですね。イエス。当日は60分のライブレクチャーの後に30分間の質疑応答の時間もあります。皆様も興味がありましたら、ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。分かったかい、みんな来てね。はい、楽しいよっていうこと、これは言いたいです。まずやっぱ楽しいのでね、ぜひ来てほしいですね。じゃあ今日はこの辺でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、お時間ありがとうございました。またねー。お誕生日おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。